マジで興奮する、こういうタイトル。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。母さん、見てる黒星です。安倍晋三です。お疲れ。ご体調大丈夫ですか？安倍ちゃんお疲れ。あのツイッターの方でもね、あの言いたいことも言えないシリーズやってますんで、あのぜひご覧ください。言いたいことも言えないこんな世の中だけど俺は言うぜ、アメちゃん。今日はですね、あの久々のエロをやろうかなと。こいつらもうエロやめたんかなって思われてたと思うよ。こんな時代になってやっぱり風俗とかも、うん、あねえ、あの言ってる人は言ってるんだろうけど、まあ言ってるやろね、岡村さんとかね。まだまだ濃厚接触な感じなんで、まあね、行きづらい。そうね。ね、Amazon であるものを、頼んでみました。お、これでソーシャル的にちょっと、性の欲を、満たせるんじゃないかなと。マジで。はい。ついにドール買っちゃった。Amazon でこちらを、頼んでみました。おい。君のパンツが見たいんじゃない。パンツを見られてる君が見たいんだんーじゃい。前にあのジャージの匂いを、出されてるタマトイズさんので今一気に嫌な予感あれはまあ臭かったですけど、うん、香る女子高生のいい匂いつきっていう感じで書いてあるんですよ、ね、このタイトルが俺すごいピタッときて、君のパンツが見たいんじゃない、パンツを見られてる君が見たい。ほんとその通りで、パンツだけ見てもしょうがないんですよね。その見えなかったところを見られてる、その恥じらう姿、ああ一番あのチンコに来るっていうか、シャープコに来るっていうシャープ3なんで 3種類目なの。へえ、うん、で何個かあったんだけど、うん、これが一番安かったんですよ。ああそう、この子が一番タイプやったとかじゃなくて、じゃなくて一番、うん、800、これで30円とかそのぐらいでアマゾンで売ってまあまあしますね。でも他のはね1200円とかしたんですよ。じゃあ早速、開けていきましょう。ではレッツゴー。あの今ここにあの書いてあるんですけど、うん、数量限定って書いてあるんですよね。間に合った。女子高生の普段履きパンツ、キュートなお尻を包み込むフルバックタイプ。あえてちょこちょにあげてもらおうかな。おでかい。まあ、たまといつだけはほんま。あげさせていただきます。はい。すごいな、これ。なんか、うん、リアルな色っすね。紫。ああ。シルクっぽい紫が好きなんですけどね。これはそうね、コットン的な感じですね。ああ。こんな感じですよ。おお。はい。あげさせていただきます。お、もうなんか女子高生の匂い付きやもんね。そうね。え、どう、悪くない。え、もう匂いすんの。匂いするする。ヒップが87から95 M。 開けるか。お、いい。いいはやばい。いい匂いする。あの思いっきりちょっと変えていきましょうか。はいはい。失礼します。久々に言うけど、このカメラで何を撮ってるの。あのね、若干おばあちゃんが見え隠れするんだけど、これなんかパパが着物脱いだらこれ履いてそうな匂いにしてんだけど、うん、まあでもいい匂いっちゃいい匂い。あのちょもちゃんのキャラクター的にあの軽くちょっともう一回だけあの変えてもらう感じで。わかりました。はい。あんま絵的に。はじめ。後ろと前やったらどっち行きましょうかね。いやー、それも好みになってきますよね。なるほど。100点の被り方ですね。それどうです？やばい。ババアの部屋の畳の匂いする。一回じゃこれ見ながら変えてもらっていいですか。うん、
興奮する。悪くないずっと前から今回ですね、こちらを、2人でちょっと嗅いでみたんですが、いい匂いはいい匂いよ。そうだね、うん、フローラルな感じする。前さ、新妻のお風呂のあれっぽい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 、まあでもいいんじゃないかな、うん、JK 好きには。でもう一つ、うん、要求するのであれば、やっぱちょっとシミ的なものをつけて。俺それついてたら多分むくるでここだけちょっと匂いが変わってたらもうちょっとありがたい、ありがたい話です。ありがたかったなっていう話で800円でお手頃なんで、この絵見ながら、今回はですね、君のパンツが見たいんじゃない、パンツを見られてる君が見たいんだね、みんな性欲を放出してくれ、ありがとう、どうもありがとう最高帰ったら一人で抜く パートイズさんのテーマソング作りますね、またこちらまで